まず写真集発売ということで、どんな写真集か内容を教えてください。やっぱり帯のところにも書いてあるんですけど、最強ギャップ写真集って言って、やっぱ表紙がこれやから結構もう攻め攻めな感じなのかなって思いきや、中見てみると結構ほのぼの系な、すごいもう笑顔っていう感じの写真もあったりとかで、すごいやっぱその通り最強ギャップ写真集だと思います。意外に初、はい、ということなんですけども、はい、なぜ今回出版に至ったのか教えてください。あ、今回あの755のなんか写真集出版権獲得、そういう企画があったんですけど、それでまさかの私を選んでいただいて、そのあとは SK48 の古畑奈央ちゃん、 AKB48 の小宮山遥ちゃんの3人で対決をしたんですけど、本当にたくさんの応援のおかげでウォッチ数1位を取ることができて、出すことができました。ウォッチ数1位になった秘訣みたいな、はい、ご自身で。秘訣なんやろ。秘訣でもやっぱり本当に結構もう最後の最後の日とかは結構な奈央ちゃんとの差がすっごい開いてたんですよ。でも絶対になんか絶対にこれ勝つっていう自信があって、一瞬も諦めることはなかったです。だからやっぱりその強い気持ちで勝てたのかなと、あとはすごいたくさんの応援を。写真集 の話に戻りますけども、はい、今回ロケ地ってどちらになるんですか。今回は東京と北海道で撮らせていただきました。撮影のエピソードみたいなものは。いや、撮影のエピソードはすごい、北海道はまずもう本当にあの夏の北海道っていうのに初めて行ったんですけど、自然が多すぎて結構なんかどんな感じで撮りたいって聞かれた時に、自然の中で撮りたいってお伝えしたんですけど、本当にもうなんか、なんて言うんだろう、私が求めてた以上の大自然で大変やったことでした。なんか布が少ないような印象があるんですけども、水着ですか。あー、布少ないんですかね。結構まあこの黒のこういう系の水着は初めて来たんですけど、すごい新鮮でした。なんか恥ずかしくなかったですか。なんかあんまり結構水着の撮影とかやってたら恥ずかしいって聞かれるんですけど、恥ずかしいっていう気持ちは全然なくて、なんかかっこいい水着着させていただけて嬉しいなっていう、うん、僕この撮影に至るまでに体の改造みたいなものってあったんですか。やっぱりなんかその48グループ1の美乳美肌素って言っていただいているので、やっぱマッサージもう全部の体のお肉をこう胸に持ってきてくるマッサージを結構毎日やってたりとか、あとはおへそがちゃんと目立つように腹筋とかを結構やって、ここを引き締めました、お腹を。今あの他から評価されてるっていうふうにおっしゃってましたけども、はい、ご自身で自信っていうのはあるんですか、そのパーツに対しての自信。なんか言われてから意識しだして、自分のパーツについて自信、なんか結構メンバーとかもすっごい褒めてくれるので、それで結構自信はついてきました。